はい、対戦相手の方が見つかりました。パッチラゴーン、パッチラゴーンがやばいけど、一応カバールドンが対策ポケモンなんでカバー出していきたいところ。あとはテッカグヤに対してジバコもまあまあありして、ボディープレスがあるからラッキーに打点が一応あるんですよ。フェローチェがやばいな。フェローチェってでもウロースが有利か。ウーラオースどうだ。ルガルガン、ルガルガン微妙か。でも剣の前でいろいろ粉砕しに行けそうな強みはある。でもトリプルアクセルとかでルガルガン死ぬかな。ウーラオスから入るか。ウーラオス、カバルドン、ジバコイル、これでいいんじゃないかな。はい、はい、対戦よろしくお願いします。フェローチがな、なんかウーラオス殺してくるだったらやばいけど、なんかあったっけ、トリプルアクセル、虫技とか氷技、虫技、格闘技、あと1個って何なんだ、飛行技とか。フェローチから来たナメスケ、ウーラオス、ナナスケみたいな名前だな。まあでも水流レンタルいいんじゃないか。ツバメ返し大ジェットは微妙だよね。ここ引いてくるかもしれないからな、相手カバ、カバじゃねえ、テッカグヤとかトンボ、はん、あとはあいつよ、ドヒドイで、まあ、相手もここ水流連打するのバレバレだから、パッチラゴーンとかに引いてくる可能性もなきにしもあらずんばが。ラッキー、嘘ラッキー、めちゃめちゃしんどくね、耐えんのそれ、水流連打2回、一発目は耐えるだろうけど2回目、あ、2回耐えそう、いや死にそう死ぬわこれ。インファは耐久下がるからな、水流で良さそうだな。弾持ってまたら、弾持ってるからゴリゴリ耐久がなくなってっちゃうんですよね。引いてきたカバルド、おっと相手これ相当ウーロースがきついやつっぽいな。これダイジェット打っちゃうのもありか、このカバルドンの HP 次第では。でフェローチェの上取って全員上からしばき倒すみたいな、ありかもしれん。相手これウーロースきつすぎじゃん。あれか、アクラオスだったら上から殴って終わりだしみたいな感じだったのかな。倒せない、でもあれがオボンじゃない、なんか3/4技能みかじゃない、あ、じゃであったグダグダあれ何、あっけ、あ、それはいいや。え、これさすがに飛ぶよね、大ジェットで抜きに行くでいいと思うんだよな。でもフェローチェも抜いて、え、抜けるよねフェローチェ、うちのウーラオス最速だから抜けると思うんだけど、ちょ、わかんない、俺にわかだからわかんない。ウーラオス最速だから、まあ、今さら計算してももう遅いけど163でしょ。244、あれだからすげえ微妙な数字な気がしてきた。フェローチェの最速が、あ、抜ける抜ける、危ない、抜ける抜けるそんなの最初から知っとけよって感じだけどあれ、お前最速で合ってるの、ウーラオス純速とかじゃないだろうな。ラッキーはもうぶっ飛ばせるからよくて、ラッキーで来るのか、ここダイストリーム、ダイナックル、ダイジェット、ダイナックルでいいよね。ほい、まあ飛ぶでしょう。でラッキー倒して、相手でもマジでこれミズラオス相当やばかったよね。悪一点読みだったのかな。ドヒドイデか、最低でも、でもかぐやってなんか耐久あるようでないから、普通にハチマキウーラオスとかにご利用されたらやばいとかあったのかもしれないけどな。あと守るができないしね、ウーラオスの前だと。まあ、ここは何でもいいんですが、ダイストリームでいいかな。一応ジェットにしとくか、4倍弱点だからな。あれ早いぞ、スカーフとか、え、
あ、俺のウーラオスがこれイジッパなのか、やっぱり。なんかすげえそんな気がしてきた。え、そんなことある？スカーフ、スカーフフェローチェでもあるか。なんか映画上がってるし、映画上がってて俺より早いってことは多分スカーフなんじゃないか本当に。え、そんなことあるのかな。でもなくはないか。生キルで粘りますかね。アッキーがあるから多分ダイマックスしてくると思うんだよね。トンボ返り持ってるし、スカーフフェローチェ説は一応あるのか。だって最速だった場合って素早さが上がるよね、ビーストブーストで。だから多分純速というか永遠に補正かけてる性格だから、仮にこっちのウルアスが俺が調整間違えたとしてもさすがに AS には振ってるから純速でしょ。大アイス、これなんかトリプルアクセルの方だと思ってるんだけど、どうですか。あ、強い。で、強いぞ。で、アッキーが発動して、やばい、負ける、負ける。で、ラッキーに対して大ジェットを押すべきだった。スカーフフェローチェとかマジで警戒してなかったわ。マジで警戒してなかった。え、これどうしよう。なんかチャンスあるか、次の大アイスを耐えればって感じが。え、でもな、怠けて粘るしかないよな実際。ここ交換してもビーストブースト発動させられるだけだから、ダイナックルとかに変えてくるかな、もしかして。アイスか、多分これは冷凍ビームじゃない方だから、耐えて、耐えられなかった。終わり？嘘。ジェットしなきゃいけなかったか、もう一回。わかんねえ、これスカーフフェローチ流行ってんのかもしんない。マジやらかしたわ。ダイアイスをカバーで受けて、あれか、あっちの方が良かったかな。カバーで受けて、で、ダイアース、アース持ってんだ。なんだこれ、元技何？対戦ありがとうございました。くっそ、完全にまくられた。ありがとうございました。はーい、対戦相手の方が見つかりました。相手のチームがこんな感じ。サザンドラン、ルガルガン、いけるかもしんねえ。今回こそ、今回こそルガルガンいけるかも。コジョンドとかがうざいな。ルガルガン出したいけど、どうしようかな。苦手なポケモンも多い。まあ、ルガルガン出すは出すでいいと思うわ。ウーラオスも結構いいな。ウーラオスから入るか、それかルガルガン。初手でもなんかあいつな気がするんだよな、トランジスタマン。だからカバルドンで受けるルートは取っておいた方がいい気がするので、ウーラオスから入ってルガルガン、かルガルガンから入ってカバルドン。ルガルガンから入るのは初手サザンドラをイージーに借りる可能性があるので、まあ、こうするか。はい、はーい、対戦よろしくお願いします。ルガルガンでもやっぱ黄昏の方が使いやすいわ。黄昏の色違いって出ないんですか、ダイマックスアドベンチャーで。こいつダイマックスアドベンチャーでたまたまゲットした色ルガルガンなんだけど、コジョンドから来た。じゃれつくがあるから突っ張れるんだけど、トンボ返りで逃げてくる可能性もあるし、ここは素直にカバルドゥーンに引きますか。ルガルガンにタスキを残していろいろやりたい感じはあるかな。サザンドラとかもタスキを残して耐えてじゃれつくで倒すみたいな。向こうの流星群も 100% 当たるけど、こっちのじゃれつくも 100% 当たりますからね。あと今あれか、相手の膝も 100% 当たるようになってんのか。膝割れねえわ。ルガルガンってさ、昼のやつも青いんですかね。夜とさ、黄昏は青いじゃん。てか青いルガルガンマジかっこいいよな。
色黄昏ルガルガン使いたいんですが。で交換して、トンボ返りが一応あるかなと思ってるんだけど、膝か、うわ強いな。まあアッキーがあるから次は絶対耐えるんですが、これアッキーはな、一回パッチラゴンとかエースバーンの相手するときはかなりいいんだけど、まあ、腐りやすいというか無駄になっちゃうことも多いアイテムですからね。膝連打アッキーが発動してるからいいんだけど、あれかあくびとかの時にアドバンテージが取れる的な。あれそろそろ膝外すんじゃないか。ここステロをしたいけど膝2回怪しいよな。いや押すか、ここ交換もありえるもんな。膝だって4回連続ヒットはさすがにないっしょ。さすがに言われるわ膝が。そんなに膝持たないから大丈夫。え、こいつもノーガードとかないよな。こいつ再生力とかですよね。あと捨て身引いてきた。オッケー、バイバニラ。え、すげえピムナツ来たんだけど、雪降らし。マジ？これどうしよう。だってバイバニラ重くね？バイバニラが重たい。フリーズドライがあるよね。まあ、生き残るんであれば岩石封じか。吹雪。こいつフリーズドライもあるよな。だからウーロースもやられちゃうんじゃないだろうか。え、バイバニだって素早さいくつだ。だからバイバニ雪かきとかそういう特性じゃないよね。わかんない。79遅いな、素早さ遅い。防御は85ある。特性は雪降らし、雪かきだから、ね、雪降らしてたじゃんこいつ。頭おかしくなってた、すまん。頭がおかしくなってました、すいません。でインファイト。てかルガルガンのが早いか。79族ルガルガン82ぐらいあったよな、一応夜ルガルガンって。助け、はい、うちのルガルガンね最速なんですよね。フリーズドライこれさやばいじゃん。ルガルガンで全抜き決めないと負けるんですけど、やばい。でここあの雪でタスキ潰されるのが嫌だからダイマックスしかない。で大ロックしかない。まあそしたら特防も上がるし、いいことづくしかもしんねえ。ルガルガンいけるかお前。いけんのかお前な、本当にルガルガン。まあでも最速だからな、うちのルガルガン。あれは値忘れてなければ。ミント値忘れ、え、でもミント上げてねえか。待って、上げたよねルガルガン。俺ミント努力値振って王冠使ったけどミント上げたよなルガルガン。マジでえ、上げてなかったっけ。いや誰聞いても誰もわかんない。俺上げたと思うんだけどな。上げたと思うけど、なんかルガルガンにミント使った記憶が抜け落ちてて存在しない記憶かもしれん。夜ルガルガン、すみません、82族って微妙に早いんですよ。見た目より早い。あ、つぶてもしか。なんだ、ビビったわ。本当にあれかと思った。ミント与え忘れかと思ったけど、これで一応特防が上がったのが生きるかもしれない。あとはコジョンドが膝を押してくるのか、膝割りに行くか。でもルガルガンって防御そんなめちゃくちゃ低いわけじゃなかったよな。でもじゃれつくでダイマックスやった時にじゃれつくで落ちるか分かんないから、割りに行くか。ほら死ね。よしで膝割って、これ2連ボール決めるべきなのか。でもダイマックスしてたらさ耐えるんじゃない。ああれだ、雨あげてない。このルガルガン雨あげてないこいつに。やばい、
相手のラスト誰だ。ラストが誰だ、ね、HP ないときついよな。やべ、雨上げてね。決まれ、かわせ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 。すまんルカルガン、ルカルガンごめん。対戦ありがとうございました。